カルチャーショックで超目立っちゃって。こんにちは、そらです。みんな元気してますか？はい、前回の動画見てくださった方はご存知の通りアメリカに到着しました。で、今日は昨日到着して、でフルの1日目って言ったらいいかな、はい、1日目のお昼頃なんですけど、今うちの彼のお家に泊まってて、で彼が朝から大学に行って、今日の5時何分とかまで授業がねあったり休みあったりっていう感じなんですね。前は私、一緒に行って、そこでなんか、図書館とか空いてる場所で仕事をして、一緒に帰るってしてたんだけど、今日はさすがにね、疲れていたので、朝は寝てました。私、前回までは、臆病な性格なので、一人で外に出るっていうのが嫌だったんですよ、アメリカだと。でも、自分も留学したいなって思ってるし、克服しなきゃなって思ったので、多分、家にこもり始めたら、ずっとこもっちゃうんですよ。だから、もう今日のフレッシュスタートで、今日から自分で行動してみようって思って、一人行動をちょっとだけしてみます。この辺りね、バスが走ってるので、そのバスの時間が多分あと1時間後とかにあるので、お昼ね私も食べてないし、うちの彼も朝ごはんも食べずに行って、で、もし私が行くならサンドイッチ持ってきてほしいってなったので、サンドイッチをちょっとだけ準備して大学に向かいたいと思います。なのでみんなも一緒に大学に行きましょう。と思って、1時間とかあると思ったら、あと20分で家出なきゃいけない。急いでサンドイッチ準備します。今日もね、このパンとチーズとハムでサンドイッチを作るんだけど、バターでトーストしたいんだよね。時間あるかな？ほんと10分でやんなきゃいけない。お部屋のキッチンを借りてサンドイッチを作っていきます。アメリカ何でもでかいからさ、バターもでかい。もうちょっとカリカリさせたいんだけど、まあ、あと10分で出なきゃいけないので。でさ、海外行ったことある人、まあ海外というかアメリカとか行ったことある人知ってると思うんだけど、結構ね、こっちのお弁当っていうかランチってシンプルで、こういうゼプロックにサンドイッチ入れてとか、よくない？私、子供の頃アメリカに初めて来た時、カルチャーショックでびっくりしました。お母さんがお弁当をね、学校に用意してくれたんだけど、したらみんなお弁当箱持ってる人いなくって、みんな持ってきてる子でもジップロックにサンドイッチとかフルーツとか、だから超目立っちゃって、当時怖かったから、すごいね、目立ちたくなかったから、当時大変だった記憶がございます。あったかいうちにチーズ入れたらよかったんか。これめっちゃいい感じ、カリカリになった。はい、これでランチ完成です。パン入ってるの潰れるやん。君重いんだよ意外と。ごめんね、バグ持ってくの。どいていただきますか。はい、なんとか間に合ったので出発します。見て、もうもろ大学生、バッグ以外は。多分ね、バス今行ったばっかり。何人か人が歩いてくるの見えたから、あ、そうかなと思ったんだけど。なんか時間で決まってるっていうよりも、アプリでね、バスの場所を見て行くのが賢いんだけど、私ちょっとそれ、やり忘れちゃったんで、しばらく待ちます。顔すごい。
はい、お家に帰ってきました。てっきり彼のクラスが終わって一緒に帰るんかなって思ってたんだけど、彼が今日朝時間なくて自転車で行ったらしくて、なんで私は先にバスで一人で帰ってきて、彼はワンモアクラス受けております。ね、帰れも一人で帰ってきた。はい、成長しましたすごく。で、なんか思ってたより外寒くって、気温は14度なんだけど風が今日強くってだいぶ肌寒かったんですよ。私これの下にね、薄い長袖着て2枚なんだけど、それでも寒かったんで、彼がねクラス終わって帰ってきたらグロッサリーショッピングに行くので、それまでに着替えをね、あったかい服に着替えようと思います。この箱にね、私が日本からお洋服を送ってきたんですよ。そう、何を送ったかちょっと覚えてないけど、これがちょうどね、私が到着した日に届いてたらしくて、めちゃくちゃグッドタイミング。日本からね、どのくらいだろう、5日くらいで届いたかな、今回は。ちょっとね、今後どのくらいで届くかちゃんと目安をね知りたいんだけど、これは半袖、これは長袖か。で、なんか軽めのジャケット持ってきて、多分着ないと思ったんだけど、今日みたいにたまに寒い日もあるみたいなんで、これ持ってきて本当良かったです。どうしたな、かわいいね。猫様ちょっとダイエット成功してね、少し痩せたんですよ。太ってたからね。抱っこしたらちょっとだけ軽く感じました。それ私の服だよ。どうしようかな。ちょっとね、なんか私の旅行バッグとかそのまま昨日夜着いたんで、この辺りを片付けた方がいいと思うので、片付けようかな。ハンガーの数が足りないので、もう持ってきた服をかけちゃって、で足りないハンガーの数を調べて今日買い物の時に買った方がいいかなと思うので、そのあたりをやろうと思います。もうさ、顔がね疲れてきて、今午後の何時だ、4時とか5時くらいか、5時前くらいなんだけど、時差ボケってね夕方になると辛くなってくる。そう、体がドーンって重くって、前よりだいぶマシなんだけどね。はい、今日活動できたのが奇跡だなと思います。はい、ゆっくりお家の片付けをして買い物に向かいたいと思います。見て、これだけかけたんだけどさ、残りがまだいっぱいあって全然ハンガー足りなかったから、何個だろう、今日10個くらい買った方がいいのかな、10何個か、10個かな。はい、買いに行こうと思います。あー、そう、寝たと眠いは似てる。You don't like sparkly. Yeah, that one looks good. Because if it's too low, then on my side of the bed, I'm gonna get no light. $27. Why are we in there? Your corner. I know. Pretending to push the cart while taking your video? I only have one hand. Okay, thank you. It's just sunny. What
potatoes, corn, cheese, and chicken. Yeah. Country fried chicken. Doesn't really change anything. I like mashed potatoes. Parkey. I have some of this. And soda noodles. The thing I got was like split into two or three different servings. はい、翌日になりました。ちょっと気分上げるためにかわいいワンピース着て、髪の毛もちょっと巻いてみた。特に予定ないんだけど今日は。はい、もう昨日さ割とね大丈夫かなと思ってたんだけど、夕方になってきたらどんどん体がしんどくなってきて、まあ時差ボケはね一日では治んないので、今日はだいぶマシだと思うんだけど、声がすっごい枯れてて、喉がちょっとやられちゃってて、まあ、喉もだしお肌もカメラだとそんなわかんないと思うけど結構カサカサになっちゃって、飛行機のせいだと思うんですけど、はい、ちょっとね元気なくなりますね、こういうのがあると。今日はねアメリカ滞在フルデイで言うと2日目です。朝ねちょっと寝坊したかったんだけど、今日はやることが割と詰まっていたので、はい、起きました。でなんか連絡返したりとか仕事したりとか、そういうやることを今日はちょっと落ち着いて整理して、ちょっとずつ一個ずつゆっくりやっていきたいと思います。ちなみに今日も結構ね涼しくって、見てこの見事な曇り空。今朝さ暑いってイメージだったからさ、ちょっと寒くてびっくりしてます。まあでもね多分すぐ暖かくなるので、日本で書いてたこのダイアリーね、旅の途中はもちろん書けてなかったんで、今日からこれも再開したいと思います。今日2日ちょっと空いちゃったんだけども、そこは気にせず今日の分書いていこうと思います。昨日もそうだったけどさ、この髪ほんとどうしたらいい。前髪ここで分けたいんだけど、これめっちゃ気になるよね。はい、本日のやりたいことは体調を大事に過ごす。ちょっと喉がガラガラでちょっと体調面心配なので、自分の体調をよく見てあげながら過ごしたいです。あとはこの1週間というかここから数日のスケジュールをね、ちょっと頭の中こんがらがっちゃってるので時差とかもあって、なのでそれをちょっとゆっくり見直したいのと、はい、お仕事を楽しんでやることです。ね、昨日買ったものとか、あとは日本から持ってきたものがねぐちゃぐちゃになってて、そうこんな感じで私のものなんですよ全部これ。でぐちゃぐちゃすぎて怒られたので、これをまず整理したいのと、昨日買ったものをね紹介したいと思います。いやこんな感じでね結構いっぱい買ったんですよ。まず可愛いものから紹介していくと、こちら可愛くない？これ買った理由は、うちの彼がハンドソープをねでっかいので置いてるんですよ。ちょっと見せたい。これこれさ詰め替えるように買う大容量のやつな気がするんだけど、そうリフィルって書いてある、詰め替え用ってことなんだけどさ、これをさポンって洗面所に置いてあって、じゃ手洗うときに手水で洗ってこれ開けて逆さまにして、でちょっと工程が多いじゃない、プラスこれがなんかあんまり好きじゃないので、はい、これを詰め替えるようなポンプを買いました。これがねいくらだったかな、ソープポンプが$14.98なので、日本円だと2200円くらいです。ちょっと高かった、もうちょっと安いのがあるかなと思ってたんだけど、可愛くて安いのが見つからなかったので、はい、これを買いました。あとはね、うがいとかするのに洗面所にコップが欲しくて、
あんまね、いいのが見つからなくて、ただの、あの、キッチン商品のとこにあったコップなんだけど、プラスチックでね、あの、落としても大丈夫なやつを買いました。これはね、すごい安くて、1ドル46セントでした。218円、200円ちょっとですね、これで。まあちょっと日本だったらね、100均で売ってそうなんだけど、しょうがない。これが結構安い方でした。で、あとは、このボールを買いました。なんか私が朝ごはんでシリアルとか食べたいんだけど、ちょうどいいサイズのボールがなかったので買いました。これもね、安いのを探して、1ドル12セントなので、167円、8円くらいですね。コップより安いですね。はい。でね、こちらがですね、シャワー室にかけるラックです。私のシャンプーとか置く場所があんまりないのと、あと、直で置くとさ、汚れやすいじゃない。私それがあんま好きじゃなくて、日本でもこういうの持ってたんですよ。だからこれを買ってみました。このシャワーの、このシャワーのところにかけて物を置いて使うってやつで、私届くかわかんないんだけど。アメリカ全部ね、背が高いので。このラックがね、9ドル96セント。ね、1490円くらいでした。これでも安い方だったんですよ。もうちょっとね、いいやつはもちろんあるんだけど、シンプルでよかったので。はい、これを今日取り付けたいと思います。あとね、ヨガマットを買いました。日本でも持ってたんだけど、さすがに持ってこれなかったので。で、あんまりね、ここスペースがないんだけど、ちょっとストレッチするくらいならやろうかなと思ったので買いました。ね、黒だった。あんまり好きな色がなくて、好きじゃないピンク色を買うなら黒でいいやと思って黒をね、買いました。なんか、これはとりあえずって感じなので、そんなにいいやつとか気にせず買ったんだけど、10ドル94セントなので、1600円くらいですね。めっちゃお兄さんがヨガしとる。はい、ちょっと大学にいる彼からのファイル送ってほしいというのがあったので、メールで送ってあげてました。最初さ、コンピューター、ラップトップが必要だったって言われて、まあ持っててほしいのかなと思って、でもメール送ってほしいだけだったらしいので、はい、よかったです。そう、で、あとはね、タオルを1個買いました。洗面所にね、タオルがなくて、のハンドタオル。私あれ必要なので。みんなハンドタオル置くよね、洗面所に。これがですね、2ドル97セントなので、445円くらいでした。あとは、はい、バックパックを買いました。なんか、バッグをね、ちっちゃいバッグ持ってきてなくて、この辺やっぱ学生さんが多いからみんなリュックなんですよ。で、私あれ、iPad とパソコンも入れたいので、大きめのリュックを買いました。スーパーで買った。普通のやつ。2996、3000円くらいですね。もうちょっと安い気がしてた。で、ラスト、ハンガーをね、買いました。30本セットです。で、これがね、今使ってるやつと多分同じだと思うんだよね。黒にゴールドの取っ手で。他の色もあって、白の方が可愛かったんだけど、でもなんか揃えたいなと思ってこっちの色にしました。みんなはハンガーは揃える派ですか？私はできれば絶対同じのがいい。で、30個セットで 9.98 ドル。はい、1496、1500円くらいですね。30本で1500円って結構良くない？このデザインも結構好きだし。はい、なので。いい買い物したなって思います。それが私が個人的に買ったものすべてですね。こんな感じでアメリカのブログを撮ってみました。どうでしたか？購入品をね、見たいっていうお声をいただいたので、ちょっとした購入品紹介をしてみました。他にもこういうの見たいとかあればぜひ教えてください。はい、では今日の動画いかがでしたか？よかったらぜひグッドボタンで感想を教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。They never seem to leave my mind.